皆さんこんばんは。寒い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は12月1日から行われます令和5年東京交通安全キャンペーンに先立ちまして、年末に向け交通死亡事故の是正を期しまして、リリコさんを一日警察署長として迎え交通安全トークショーを開催いたします。さて、東京交通安全キャンペーンは年末における交通事故防止を図ることを目的として行うものであります。これから年末にかけ日没も早く、周りが見えづらい時間帯も長くなります。白暴時間帯における重大交通事故の増加が懸念されることから、交通事故抑止のため街頭で交通安全活動を展開することが重要となります。警視庁では飲酒運転の根絶に向けた社会環境の醸成と機運のさらなる向上促進、車両の前照灯を日没より早めに点灯するトワイライト運動の推進、高齢歩行者等の横断時における安全確保、二輪車の交通事故防止、自転車電動キックボード利用者に対する交通ルールマナーの向上、悪質性危険性迷惑性の高い放置駐車違反等の取り締まりについて広報警察を進め、各種街頭活動の強化をしてまいります。交通事故に遭わない、交通事故を起こさないが交通安全の趣旨であります。皆様にはこの後行われる交通安全トークショーでリリコさんと一緒に交通安全の大切さと交通ルールを守ることを、自らの身を守るために必要不可欠であるということを学んでいってください。結びになりますが、皆様の交通安全を心からお願いしまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。社長ありがとうございました。